私さ、うん、高校生の頃くらい、うんうん、まあ、ちょうど進路選択とかねする時期ですけど、はいはい、そうですね、もちろんそうです。あのこの世の仕事をね舐め腐ってまして、まあでもなんて言うんだろうな、実態は分かんないとこが多いよね、まだね。実態分かんないし、加えて、うん、その中途半端に当時、うん、頭が良かったから、うんうんうん、中途半端、今もそうだけど中途半端に頭が良いあ、これちょっとこれ急に余談になっちゃうんだけど、あ、何、前の仕事のね、うん、職場の先輩に一番言われて記憶に残ってるのが、うん、黒川君は中途半端に頭が良くて、うん、かわいそうっていう、あ、かわいそうまで言った、かわいそうまで言われた、結構気に入っててこれ言われたのが、あ、気に入ってた、めちゃめちゃ気に入ってて的を射ているなと思いまして、うんうんうん、でまあそれに拍車がかかったのが、うん、それにプラスそのね青年時代のね、うん、アホアホがね合わさった高校生時代ですよ、うんうんうん、まあ、世の中全体を舐め腐って、まあ、そのね、まあ、それを許される年だと思うんですけど、まだね、うん、高校生ですから、それをね、謳歌してたと、はいはいはい、で困ったらなろうかなって思ってた仕事がいくつかあったんですよ、うんうんうん、一つは便利屋さん、あ、便利屋さん、うん、中学時代とかに銀魂って漫画を読んでて、はい、よろずやですよね、そう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 、うんうんうん、あれもね、そのなんだ、架空の江戸、都市化した江戸を舞台に、うん、その便利屋ね、をね、便利屋業を営んでいる主人公が、うん、まあだこうだね、相棒たちと一緒にやっていくギャグ漫画でしたけど、うん、素晴らしい漫画ですね、そう、くだらないですね、ギャグ漫画日和と同じくらいくだらないですね、一話完結ものがとてもくだらないですねそういいんだよね、うん、初期の頃のあれがねいいんだよこの話はそうで、あれをね読んでいて、うん、あ、便利屋いいなと思ってたんですよ。便利屋って実際今もある、あるある、いや結構あるよ便利屋さん、あ、そうなんだ。でそういう人たちが YouTube をやってるんですけど、うんうんうん、それ見るとね、いや大変とにかく大変、なんかいろんな資格持ってないとできない仕事が多いし、あ、そうか、何でも頼まれるってことは、あれもこれもできないと、そうなの、確かに ね、器用貧乏な方だからさ、うん、やろうと思えばできるんだろうけど、尻込みしちゃうわけさ、うん、でまあそういう便利屋さんもそうなんだけど、もう一個困った時にしようとしてた仕事に、うん、敵屋があるんですよ。敵屋、うん、敵屋って、あの露天商、ああ、あれ敵屋って言うんだ、あ、え、あ、ん、ん、あ、あ、ここの前提が共有できてない、うん、いや意外と、へえ、ちょっと不勉強で、あ、ね、いや、とんでもない、あのね、うん、お祭りとかにさ、はいはい、まあこれ後で詳しく説明するんだけど、うんうんうん、敵安定義については、あのお祭りとかに出店出してる人たちのことなんだけど、うん、この敵屋さんっていうのがさ、うん、もう要は自分の屋台を一個持ってある程度の道具揃えたら、うんうん、もう簡単にできるし、まあそういうお祭りとかそういうシーズンになれば、そう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 、引っ張りだこというかね、どこ回っていけばね、うんうんうん、手に職ついてんじゃん、なるほど、いいね、焼きそばやってればいいんでしょ、うん、みたいなことをね思ってたんですよ、うん、ちょっと舐めてるね高校生まあまあまあ高校生だからね、でもね調べてみたら、うん、めちゃめちゃ大変だったし、あら、そう、でもね敵屋、しかもね敵屋さんの世界って思ったより複雑で知らないことだらけだったんですよ。まあ世界、確かに業界のことについてはちょっと知らないな。そうで、かつね敵屋さんのイメージって、うん、ある社会的に問題のあるある集団と、うん、結びつけられやすいんですけど、うーん、なるほど、イメージつく、ちょっと怖い、怖い人たちもヤクザですねヤクザと結びつけられがちなんだけど、うんうんうん、実は敵屋とヤクザっていうのが全然違うものだ、なるほどなるほど、分かった、はいはいはい、でこれがの、ね、民族学的な知見で研究している資料があったので、今回はそれをご紹介します。面白そう。でさっき、うん、敵屋のね、はい、話を振って、うん、そもそも敵屋を知らなかったちょっと、ね、浦下君なんだけど、はい、ごめんなさいね、さっき言ってくれたように、うん、敵屋さんって、うん、ヤクザとね、うん、関係性が近いんじゃないかっていう、はいはいはい、よくね勘違いされるんですよ、うんうんうん、ヤクザイコール敵屋ないし、敵屋イコールヤクザなんではないかと、うん、まあ、確かにね、ちょっと怖いおじちゃんいるもんね。そうね、いかつい人多めだよね。であとこれはね、うん、実はそのある側面では全然的外れではなくて、うん、ヤクザの中にも敵屋系ヤクザっていうのがいるあ、そうみたいなんですよ。ちょっとかぶってる人たちもいると、そうそう、しかもこの辺りねこの辺り池袋周辺にいるみたいなんですよ、はい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 、結構でかい組織がね、うん、あんま言わない方がいいんじゃないですかねであんまりその離れているわけではないのだけど、でもその敵やすなわちヤクザではないんですよ、イコールではないと、うんうんうん、かつもその露天商を
している露店で商いをしているっていう業務形態を取っているのが、うん、まあお寺にいるわけじゃないですか。うんうん、そうね。でその中には敵屋とヤクザが混在してるんですよ。ほう、うん、まあそうか、そういう人もいるってわけだったからね。そうで露天商はね業務形態でしかなくて、うん、敵屋はその中でも露天商を専業にしてる人たちのことを言うんだよね。ほう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 、なるほど。そうだからその点でそもそも違う。そうだね、うん、専業だからね。そうそうそう、ヤクザはやってないね。そうお祭りの場所でのお金の稼ぎ方っていうのが形式が一緒なんだけど、うん、ヤクザは専業が違うこと、うんうんうん、でね確かね神崎憲武先生っていう先生が言っていた表現で、うん、あの無職仕事のない方の露天商が、うん、ヤクザで仕事としてやってるのを有職の露天商が確か敵やみたいな表現があって、なんかそういうね、区分けもきちんとされるようなはっきり違いはある存在なんですよね。まあね、ちょっとヤクザの方のお仕事っていうのはね分かんないからね、分かんないからね、うん、でそれに加えて民族学的な視点でいくと、うん、実はヤクザと敵やって信仰する神様が違うんですよ。お、信仰する神様がそれぞれまずいるのね。いるのいるの。なるほどなるほど。ヤクザはだいたいアマテラス大御神とか、うん、ね、主祭神ですよ日本神道でいうところの、うんうんうん、あ国家神道的なところでいうところの、ね、とか八幡の神様、うんうん、これは八幡様はあれですね、勝利とか戦いの神様ですね、うんうん、であと春日大社、うんうん、これは奈良の方にある縁起の深い神様ですね。こういうのを神棚に祀って信仰している。あ、そうなんだ。ところが敵屋は主に神王という神様を祀ってるんですよ。神王、うん、漢字で書くと親しい王ですかと思うじゃないですか。違くて神様の神に農業の農って書くんですよ。へー、農業の神様なん。いいですね、若干点が、うん、では神王とは何か、うんうんうん、神王っていうのは中国の神話とか伝説に登場する、まあ、超人的な存在で、うん、中国の文脈では炎の帝、炎帝とか、うん、黄色い帝、皇帝とか書かれたりする。うん、一応説明しておくと、うん、これね見た目が面白くてですね、人間の体に牛の首がついてるような見た目。なるほど。そうで、それかあのコブのような角の生えた仙人みたいな見た目してる神様っていう風に、ね、描かれることがしばしばあると。で、日本の神社巡ってみると時々少な彦な神社っていうのが知ってる見られるんだけど、うーん、でもね、なんか名前の響きは聞いたことあるような感じがある。漢字で言えば少ないに、うん、彦って、なんて言ったらいいんだろうね、サルタヒココーヒー、ね、ああはいはい、はい、うん、その彦ですね、うん、に名前の名って書く神様、うんうん、少な彦なっていうのを祀っている神社なんですけど、はいはいはい、しばしばこの神社では神王さんが一緒に祀られているんですね、うんうん。でこの少な彦なっていうのは少な彦なの命と言われるんだけど、日本の神話上の神様で、まあ、神聖がやたら多いんですよ。9つくらいあるんですよ。そう、あのね、常世普遍の世界の神様、医療の神様、温泉の神様、占いおまじないの神様、うん、穀物の神様、うん、知識の神様、酒造の神様、石の神様、あと何がないってぐらいあるでしょなんか余ったの全部もらってないみたいな感じすらあるんだけど、いっぱい担当してたね。まだこれじっくり見てみると、うん、結構やっぱり相関性があるんだよね。温泉と医療とかってさ近いじゃん、当時とかね、うんうんうん、で石と温泉も多分近いでしょうし、確かに確かに、占いとかおまじないと医療ってさそんなに離れてる場所でまあね、そうだね、うん、から、まあ、意外と実はまとまってるのかなっていうところあるんだけど、うん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 、まあ、それはともかくとして、そのね少な彦な神社と一緒に祀られているその神王さんもいくつか神聖を持っています、うん、はい、まず一つはさっき浦下君が言ってくれた農業の神様ですね、うん、まあ、神農って書いてあるんだよね。そう、農耕神、うん、彼がねその人間に、ね、農耕を伝えたっていう説があるわけなんですよ、うんうんうん、でそのように扱われる一方で、世界に存在するあらゆる草木、草木ですね、うん、草木を採取して、どんなそれをね摂取するんですよ、うん、自分で食べて、一回食べて塗ってみる、おうおう、使ってみるみたいなことを繰り返して、どんな結果になるかを試してくれた存在であるって語られてるんですよ。なるほど、神王さん、これは効果があるだとか、うん、食べちゃダメとか、そうそう、つまり自分の体を用いて臨床試験して、うん、その薬効を発見して人間に共有してくれた存在。なる、これ最初に食べた人誰なんていうのが神農なんだ。そう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 、こんにゃくとか、そうそうそう、いや、これ食べないでしょうってキ
食べれるんだね。そう、時々ネットニュースになるマッドサイエンティストみたいじゃないですか、うんうんうん、なんか自分で毒をめっちゃ摂取して自分の体に血清たくさん作るみたいな人いるでしょ、うんうんうん、あんな感じだったわけなんですよ。新王さん、ありがたいですね。でこの文脈で多くの場合新王様って農耕神と同時に医療の神様、うん、まあ、そうだね、うん、医薬品の神様っていうふうに言われて、まあまあ、それと同時に商売の神様っていう側面もある。うーん、まあ、とにかく民衆向けの神様なんですね。なんか便利そうよ。そう、うん、便利だよね、うん、だからねこういう性格から敵屋さんの、信仰の対象であると同時に、うん、医薬品とかの製造会社とかに祀られてたりするケースも結構あるらしいですね。なんか、うん、医薬品向けで商売もってなるとね、うんうん、そうだから医薬品系のでっかい工場とかの敷地の中にある、うん、ちっちゃい祠とかはしばしば祀られている、うん、イメージがありますね。で敵屋さんはこの自分たちのルーツとしてこの神王を強く意識していまして、うんうんうん、親分自分の下の立場の敵屋さんが上の立場の敵屋さんに対して親分って、まあ、意識があるわけですけど、うんうん、その親分のことを神王さんって呼ぶケースも結構あるもう神様だ。そうそうそう、神様的だね、まあまあ、より上位の存在だから、うん、まあ、上位の存在と上位の存在ってところでねリンクさせていったりとかしてるし、うんうんうん、あと自分たちの属している世界のことを神王会って言ったりする。おうちの業界はっていう時のうちの神王会は、まあ、要は神王会はこんなようなしきたりがあってみたいな話をするらしいですね。よっぽどこうやっぱり自分たちに対する意識があるね。そうそうそう、でもっともっとねその意識が強い発言があって、うんうんうん、今回参考にした敵屋家業のフォークロアってすげえいい本があるんですよ、うんうんうん、これめちゃめちゃ良書なんですけど、これの中では敵屋自身の口からヤクザは極道、敵屋は神王道であるっていう風に発言してた。神王道、そう、神王の道に俺たちはいるんだっていう風に紹介してる。まあ、神王道って何かっていうと、うん、彼らの認識では愚直なまでの勤勉さとか、うんうん、弱きを助け強きをくじく態度とか、そういうことを言うらしいですね。あ、そういうところも含まれるんだね、うん、らしいですらしいです。まあ神王のその伝説上のあり方からね、うん、取ったんだと思うんですけども、ど、うん、一方でねヤクザとね敵屋さん区別してましたけど、うん、本人たち敵屋さんの口からこういう言葉も聞かれる。敵屋は7割商人、うん、3割はヤクザだあ、いるよと、うん、3割はね、ね、これは多分その理解だと、うん、露天商の中には、うん、あ、違うな、あ、そうだね、露天商の中には7割が、うん、敵屋が占めていて、本業露天商、本業露天商が占めていて、兼業のヤクザが3割の大体割合だっていう風に受け取れるじゃん、うん、どっちかっていうとそういう意味じゃないらしくて、敵屋全体の7割が商人寄りの振る舞いで、うん、残り3割がヤクザ寄りの振る舞いをしてるよねっていうそうか、振る舞い的なね、そうそう、振る舞い的な、なるほどなるほど、のとか、敵屋という職業はその性格として7割が、うん、商人気質で、うん、残り3割にヤクザが宿っているっていうそういう2つの意味合いがあるんじゃないかな。なるほどなるほどなるほど、あの著者は読み取っていますね、うんうん、でこのような発言とか主催人の件から、まあ、主催人って、ヤクザは、うん、アマテラスを祀っていて、うん、敵屋さんは神王様を祀ってるよっていう主催人の、違いから、ヤクザと敵屋っていう存在の間には、まあ、明確な線引きがされている、うん、一方で性格的には通じているところもあるよね、そうだねっていうのが否めないよねっていう話でした。で余談なんですけど、うん、もう一個参考にした敵屋の掟っていう本があるんですけど、はいはいはい、これ、ね、次のようなヤクザと敵屋の違いも書かれていて、はい、それはね怖がっているものの違いなんですよ。おお、信仰と、もう一個怖がってる、怖がってるものの違い、うん、ヤクザは何が怖くて敵屋は何が怖いと思います？ヤクザは公安が怖くて、あ、いいですね、いい路線ですよ。敵屋は何が怖いんだろう。泥棒？違います。あ、違うか。正解はヤクザは暴力団対策法である警察を恐れており、おーおーおー、敵屋は食品衛生法、つまり保健所を怖がっているらしいですねなんかね、親近感が湧いてすごいグッと近かったね、うん、今グッと近かったし、うん、俺今ちょうどゆる学とかの、ね、立ち上げの関係で保健所回ってるから、うんうん、すごいね、人事じゃないなって気がしてね、身近な存在になりましたね。そうか、すごいなんかあの実務に寄った怖がり方をしてて、うん、現実的でいいよね、うん、ここまで紹介してきてなんとなく察してると思うんですけど、うん、敵屋って個人業じゃなくて結構ね集団でやっている
ね、業界とかね、親分、ね、そうそう言ってたよね。でこの敵屋のまとまりのことを一家って言います。一家、うん、まあ一漢字ですれば一家ですよね、うんうん、何々一家ね、うん、そうで、まあ基本的に民族語彙としてはカタカナで表記することが普通なので、この場合はカタカナで本には書かれてました、うん、はい。でここではね、民族学、この一家の中では民族学とか人類学でよく言われる犠牲的親子関係っていうのが築かれるんですよ。犠牲的、うん、漢字思いつく？え、犠牲者の犠牲だと思うじゃん、うん、そんなね生臭いものではないんだよね。擬態するの擬、手辺に、うん、疑うっていう字、うんうんうん、そうだね、に、精度の精、うん、に敵は的ですね、うん、ね、親子関係、なるほど、要は擬似的なルール、そう、擬似的な親子関係のことなんだよね。あの親子関係の形式を模した血縁のない上下関係みたいなものを犠牲的親子関係っていうんだけ ど、有名なのだとエボシオヤっていうのがあります。エボシオヤ聞いたことある？ちょっと聞いたことないかな。あの武士の、家で、うん、まあ、男児の元服の際に、うん、血のつながっていない成人が、あの実の親の代わりに、うん、その成人する元服する、男の子の頭にね、エボシをかぶせてあげるんですよ、うん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 、そういうね、一時的で、まあ、ちょっと一時的っていうと語弊があるんだけど、うん、その後もつながりがあったりするから、その場で、ね、儀式的に行われる、結ばれるその親子関係、うん、血のつながってない親子関係を犠牲的親子関係って呼ぶんだよね。なるほどなるほど、うん、で特に敵屋の中ではこの犠牲的親子の親の方が片親、うん、親分っていう2種類がいる、うん、でそれぞれが異なる立場を持っているらしいんですよ。片親と親分ね、うん、片親っていうのは、うん、子供にあたる人物、だから浦下くんが子供だとしたら、うん、浦下くんにはが敵屋を始めて一人前になっていた状態だと、はい、うん、すでに片親 と、親分がいるんだけど、うん、片親っていう方は浦下くんにを一人前の敵屋まで育ててくれた人です。なるほどなるほど、まあ、師匠的な存在なのかな。あの、うん、ずっと寄り添ってくれてた師匠って感じで、親分っていうのは今お世話になっている、あー、なるほど、そう、あの人物のことになります、うんうんうん、常にその一人前の敵屋さんっていうのは2つの親を持っている状態になるってことなんだよね、うん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 、で彼らはね、名乗り名っていうものを持っています。おう、うん、で名付け名っていうのはあのが別にあって、これは本名の方ですね。名乗り名っていうのはあの敵屋の家業中、家業している時のみに用いられる言葉で、うん、普段使いをすごい避けられる傾向にある名前なんですよね。あ、それは、親分クラスも子クラスも全員持ってる？全員持ってる。あ、ね、子クラスは持ってない。子クラス、一人前クラス、親分クラスで分けよう。ああ、なるほどなるほど。一人前になるとこの名乗り名が、うん、つくようになる。そういうことね。なんだけど、で、まあこれね、その普段の生活では決して使わなくて、肩着に対して使用することをすごく避ける傾向にあるし、避けるんだ、うん、これなんかすごい意味言葉っぽい要素があって、うん、山に入ったら山以外の言葉は基本的に使わないようにしてさ、うんうん、山言葉はさ、普段の生活に使っちゃいけないみたいな話を分けてたよ ねしたでしょ、うん、これってすごく似てる、うんうん、領域をしっかり分けているような言葉なんだよね。そうだね、でも、うん、せっかく名付けたけど使わないんだ。そう、うん、ただその業界ではこれがないとダメ、うんうん、一人前の証ではないから、でこれが名詞代わりになっていたらしいんだよね。なるほどなるほど、うん、でこの名詞、まあ、名詞ってことなので、この名乗り名っていうのを名乗る、挨拶があるんですけど、ほうほうほう、これがね敵屋の中でかなり特殊なんですよ。敵屋同士の挨拶って、うん、名乗り名、名付け名、お世話になってきた一家の関係由緒をまとめて、うん、名乗らなきゃいけない。はあ、いっぱい言うことあるね。そう、いいね、いい勘だね、うん、今からそれをちょっと具体例があるんで読み上げます。敵屋家業のフォークロアってさっき紹介した本から引っ張ってきてます。で、まあ、そこから引用して一部改編してます、はい、で田中三郎さんという人が、子供だとして、うん、はい、彼が名乗ることになります、はい、いきますよ。手前小国と発しますは、生まれも育ちも青森県は八戸です。当地身勝手をもって千葉県は松戸市松戸 558-2 に仮住まいします若造です。不思議な縁を持ちまして、家業の片親として東京会鈴木二代目佐藤一家、金子二代目山田太郎です。従います山田2代目継承します。今日従います親分、東京会山本4代目加藤二郎です。ごめんこうむります。姓は田中、名は三郎です。免定お目にするにおかれまして、今日今晩単よろしくお頼み申します。
あもうね、あの何て言うの、最初に言ったその何ですか、うん、名付け名乗りな、あもう覚えてないです、うん、あの分かんないでしょ、そうな、鈴木、うん、鈴木じゃないや、山田山田、何何が出てきた、あとそれも分かんないや、その人が田中さんだけど、ね、鈴木が出てきて、なんかね、青森とか千葉とかも言ったんだよ、細かい住所までそうそうそう、言わなきゃいけないのよ。ちなみに今回出して住所、うん、あの松戸558の2は、うん、あの実際ある住所なんだけど、うんうん、松戸警察署なんで、あ警察署ですか、調べてもらっても大丈夫です、はい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 、そうこんな風になっていまして、うん、最初の名前何だった、え結局 名乗り名は何だったんだっけ、名乗り名、ね、うん、今からですね説明するんだけど、はいはいはい、今回の名乗り挨拶、うん、名字が7種類名前が3種類出てるんですよごめん、もし7も出てたそれすら気づけてないけど実はね出てたんですよ本当に、ね、鈴木、佐藤、うん、金子、うん、山田、うん、山本、加藤、うん、田中、メジャーどころ出てきた、そうすごいよね、でも出てきてる人物は3人しかいないの、うん、ちょっとバグってこれすごくて、どういうこと、これね、私論文っていうかこの本読んでる時に、うん、読んでて最初全く理解ができなくていや俺分かんないよ何を言ってるんだと思ったんだけ ど、 どういうことなのよ、これね、うん、登場人物は名付け名、うん、本名で言えば、うん、挨拶してる田中三郎さんの他に、うん、片親である山田太郎さんと、うん、親分であたる加藤二郎さんの3人だけなんですけど、これね、それぞれの名乗り名がバカみたいに長いのよ、ほう、山田太郎さんの名乗り名、これ片親さんの方ですね、うん、要はあの一から育ってくれた人です、はい、彼の名乗り名が東京会鈴木二代目佐藤一家金子二代目です、これが名乗り名、うん、なるほど、うん、で加藤二郎さんの名乗り名の方が、うん、東京会山本四代目です、うん、なるほど、でね、恐ろしいことに、うん、田中三郎さん、うん、今回名乗ってる人は、ね、これ全部引き継ぐんですよ、そうなん東京会鈴木二代目佐藤一家金子二代目、うん、山田二代目になるんだよね、マジかだっていや一個継ぐなら分かるんよ、うん、2個継ぐの、そう、あのね、長くても3代までしか継がない、あの表記しないことにはなってる、あ名乗らないことになってるみたいな、いやもうだってそりゃそうだよね、倍々で増えていくわけだから、そうそうそう、ずっと増えていくわけ、うんうんうん、ずっと増えていくわけ、さすがにね厳しいけど、敵あの一家全部たどれるから、たどろうと思えば、うんうん、でもまあ一応ね便宜上3つで済ませてるらしいんですけど、3つも多いぜ、とんでもないでしょ、うん、しかもこれあの流暢に何も見ないでそらんじられないと一人前とは認められないし、ね、うん、なんかそこなのかなって思っちゃうけど大事なことってあでもねこれすごいいろいろな機能があって、うんうん、その自分がどこの由緒の誰に属していて誰にお世話になっていたかって、うん、その横のつながりが厳しいしプラス縦のつながりもしっかりある、うんうん、ああいう世界だと、あじゃあ君はそういう立場の人だったら誰その子の親分には自分も恩義があるから今日の、お寺のね、うん、出店出せる区画のうち、うん、ここいいこの書場を与えてあげましょうみたいなことになるみたいなんだよ、うんうん、つながりね、そうつながりで生まれるあのものがあって、で書場のまあ、場所ね、うん、あのこれは業界用語だと思うんだけど、書場の位置によって大いに売り上げが変わるらしいんで、やっぱり、うん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 、全然違うんだって、まあそりゃそうだよね、人の出入りとさ、そうそう目につくとどうかとかさあるよね、めちゃめちゃあるらしくて、うん、これをうまく名乗れないとその日の売り上げにも関わるし、あいつ半人前だよみたいな風に扱いも受けるし、いやそのイメージ大きいよね、大きいよね、うんうん、その自分より偉い人にどう思われるかってことが結構大事だもんね、うんうん、どういう肩書きになってるか、自分の意思はどこにあるのかっていうのね、名乗れるっていうのは実はこの世界ではとっても重要なことで、結果としてこれだけ長い名乗りになる、これ見て思いました、敵は無理だでも今思ったのが、うん、あの音楽家のプロフィールにさ、うんうんうん、そのえ作曲を誰々誰々誰々、はいはい、管弦楽法を誰々誰々誰々、うん、誰々、うん、ピアノを誰々誰々誰々の各種に指示ってやっぱ書いてあるプロフィールっていっぱいあるのよ。ああはいはいはい、はい、まあ、それをまあさすがに空で言う機会とかないけど、言える必要っていうのはないかもしれないけど、でもやっぱり思い出せる必要はある。はいはいはい、かもしれないくて、 そうだね、うんうん、それのまあ厳しい版というかよりこうね覚えてなきゃいけない版なのかなと思って、ちょっと近しい部分は感じたもん。なるほど、いやそれはね私も民族学会話で感じてて、うん、前回サポーターコミュニティの あの勧誘の動画の時に、うん、民族学者の名乗りもあるっていう話したじゃないですか。あ言ってた言ってた、あれもね僕は思い出したね。あなるほど、うん、なんかやっぱ業界によってあるんだろうね。あるね、うん、誰の
弟子だとかね、あるんだろうね。やだね、肩書きってね。いやねー、うーって、まあ、敵屋は集団で、うん、かつヤクザっぽさも持ってるってことで、うん、他者が、自分以外の他者が同業かそうでないかって結構気使ってるみたいなんですよ、うんうんうん。それはあの敵屋の用いる肩着っていう言葉にね、まあ、明確だと思います、うん、これもヤクザも使いますよ、ね、うんうん。で、浦下君も知っているように肩着って、その今言ったようにヤクザとかアングラ系の界隈の人たちが用いる言葉で、うん、そうね、自分たちとは同業ではない人々のことを指しますよね。あ、そのぐらいの意味なの？多分ね、あの本質がこれなんだと思うんだよ、うん、区別なんだと思うの。そうか、なんか今肩着って聞くとどうだろう、うん、罪を犯してないみたいな、そうイメージあるし、うんうんうん、多分その意味も含まれてはいると思うんだけど、今となってはって感じかな。いや、そんなことないと思う。元から、元からそうなのかもしれない、うんうんうん、でもいい悪い善悪の価値判断はちょっと分かんないな、うん、時代の変化によってあったかもしれない。でもさっきの本来の意味だと、うん、ただの区切りでしかなかったような、いや本来の意味ではなくてね、これはあの本質、あ、本質的な、うん、本質的なところ、うんうんうん、言葉のその意味とかっていうのとは別に、肩着っていうことによって何が起きてるかって、ね、うん、なるほどなるほど。ヤクザが肩着っていうことによって自分たち以外の誰かを線引きしようとしてるってことだと思うんだよ、うんうんうん、でこれは敵屋もやってるよねって話でした。自分たちとその自分たち以外で区別をつける傾向のある、まあ、職能集団、まあ、職業集団か、うん、ではあるものが発達するんですよ、うん、何だと思います？区別しようとするとあるものが発達する、言語に関わることです。なんだろう、言語に関わる。そう、ヒントは書場。書場、うん、ほぼ答えでもあるけどね。うん、まあ、正解を言うと、うん、まあ、業界語であり隠語ってやつ、ね、ああ、なるほどなるほど。隠、うんうん、語ってその、まあ、肩着もその一つであるんだけど、うん、機能として確認と秘密保持の2つを持ってるんですよ。ほうほうほう、秘密保持は分かりやすいけど ね確認って要はあれですよ、仲間であるかどうか。なるほど、その確認ね。そう、隠語と使ったところで相手が分かれば仲間だし、うん、なるほど、同業他者だし、分かんなかったら肩着だから、うん、あ、いかんいかんこれ以上はってなるみたいな機能を有しているらしいですね。で、まあ、秘密保護、保持の方は、うん、まあ、仲間ではなかった時の情報漏洩を避ける、うん、で防止するというように働くわけですね、隠語は。でまたこのね、敵屋さんってこの隠語と性質上で不可分な言葉である敵屋社会特有の民族語彙、うん、まあ、隠語と重なるんで、これとこれは別とは言えないんだけど、うん、不調っていうものを使ってるんですよ。不調、うん、不調はね、ね、不の字がね、不戦の不かな、竹冠につけるっていう、うん、はいはい、音符の符ね。ああ、そう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 、はいはいはい、いいですよ。で、蝶はあの一丁目二丁目の蝶、うんうんうん、定時論の蝶、蝶だね、経、は、緯、いはい、だね。これを使ってコミュニケーションしてるらしいんだよね。不調と隠語を使って敵屋さんは敵屋の中で情報共有をしている。なるほど。こんな感じであるそうですと、はい。さて、こんな面白そうなものを黒川が見つけてしまったらどうなると思いますか？いや、その不調、うん、調べる気ないでしょ。調べる気ないでしょ。そしてどうすると思いますか？ラジオでクイズにするんだよね。こいついつもクイズやってんな。来たぜ。じゃあいきます、第1問。はい、敵屋で、うん、この言葉は何を意味するでしょう？はい、水調。水調、うん、なんかお金、多分水筒帳が来てんだろうだろうなと思ってた今聞いてて。お金に関することかではないね。ではないか、うん、で商品かな。商品っていうと、水調、水調、これももうほぼカタカナみたいなもんなのかな。これカタカナでね、表記するね。うん、うん、水調ね。なんかごめん、カタカナだって聞いたけど、うん、読むのかな。もう全然根拠ないわ、ごめんね、うんうん、でもいいお酒。おうほうほうほう、なんで根拠ないって言わなかったっけ。わかんないでよ。わかんないでよ。いや、なんか水っていうのが、うん、その酔う言葉、うんうん、水、酔うの水に超、なんだろうな、まあ、何かの単位なのか分かんないけど、うん、うん、まあ、酔うものみたいな感じで、はいはいはい、水調、お酒。なるほどね。ちなみにね、正解はお酒です。お、何ファインプレー。お酒が合ってんの？お酒合ってる。多分水理は違うんだろうけどな、うん、違うね。元になる漢字の分解をして、はい、あ、それと呼び名を出す方法を取ってる。元にある漢字があるよね。そう、お酒ってさ、うん、三水に
西に一本横棒を付け足して実してんじゃん。わかった鳥ね。そうそうなんだよ。エトの鳥ね。エトの鳥。山水は水にできるし、はい、エトの鳥は漢字変えてあのよく見る方の鳥、はいはいはい、飛んでる鳥にすると、うんうん、これ蝶と読めるじゃないですか。蝶だね。故に水鳥とか言って水鳥って読ませるっていうものらしいですね。なるほどな。そう、まあ酒なんでやっぱりその取引がどの時代も制限されてきたものではあるので、うんうんうん、やっぱり隠語になりやすいところがあるみたいなんでね、うんうんうん、だから別にねキスって呼んだりする。これねすごい複雑な過程を経ていって、うん、ちょっと頭で想像しつつ聞いてね、うん、酒の前後を入れ替えてください。今朝今朝、うん、その上でそれぞれのけとさの音を、うん、けは下に2つ、うん、さを上に2つずらすとどうなりますか。けはくき こうになっちゃった。あ、そっか。けくきか。そう。下か。上に上がってくるんだね。そうそう、上に行く。で、酒の差がさーしーすーすと。で、きーすになるっていう。何暗号化方式そうなの。暗号なの、これ、ほとんどね、やってることが。おうおううん、なんかもう、ほんと隠す気が強いよね。ほんとだね、うん。隠してやろうって気が強い。隠語の一番性格として濃いところが出てるような感じがする。そうだね、うん、ものになってるわけです。それだけもう隠したかったっ、ね、そう、まあ、どの時代もねやっぱ制限されやすいものであったからね。で2問目、はい、早六。早六、うん、早六か。これもやっぱり元になる感じがある感じですか。これはね違うんだよな。そうなんだ、うん、元のね意味があるタイプのやつらしいんだけど、俺は直接的な結びつきがよく分かんないんで、うん、ヒントとしては早死になんですよ。元の意味は早死になの、早ろくって。おうおう、やっぱり商品のことなんですか。商品商品。今はあんま見ないかな。あ、そう。うん、なんかギリ俺たちが小学 1,2 年生の頃は見れたかもしれないレベル。最近縁日行ってないからな。なんでだと思う。コロナだからだよ。あ、いやいや、まあそれもあるんだけどね。うん、いや一番はそうなんだよ。行かなくなったっていうのも。やっぱり敵屋さん相当ダメージ受けてるみたいですね。そうですね。ね、なんだろう。早死にする。運がいいと運を使い果たして早死にするので、うん、あのチェーンがさいっぱいつながってるさ、うん、あの宝がつながってるやつね。これ当てたら、うん、何がもらえますって絶対当たんないやつ、はいはいはい、あ、敵屋さんの中では印象悪いらしい。あ、そうアコギだなみたいな。あ、そうなんだ、うん、そうじゃないの。違う、それ正解はね、うん、オスのひよこです。オスのひよこ、うん、全く見当もつかなかった、ね、見当つかないよね、うん、やっぱ早死にするイメージがあったみたいで、まあ、昔そのね、あの我々の世代だともう見なくなったけどさ、うん、多分親世代の子供の頃とかぐらいだとカラーひよことかね、うん、売られてたり。そんなのあったのか。うん、したみたいですよ。スプレーで着色してね、色とりどりのひよこがね。はあ、今じゃやっぱ考えられないね。そうね、いろんな意味でね、いろんな意味で問題が生じてくるよね、うんうん、嫌な名称なんですけど、早死にから連想して早六という言葉がオスのひよこにつけられたっていう経緯があったみたいですね。あ、まあ、そういう意味ではなんか金魚とかにもつきそうだね。そうだよね、うん、金魚なんだっけな、ちょっと今日本持ってきてないんで申し訳ないんだけど、うんうん、金魚もあった、うんうんうん、あったあった。なるほど。で3問目、はい、カチッコ水獣。あったちょっと大きかったねそうだね、うん、これは難しいですよ。カチッコ水獣、うん、やっぱなんかちょっと言葉が組み合わさった感じ。そう、これは ね、1,2,3,4つ。そんなに2つだと思った俺は。4つか、うん、はあ、なるほど。なんか並列して言ってるような。そうだね、並列して横に合わせてくっつけることで意味を持つ。はあ、し全部切っても意味を持つかな。切り方で言うと、うん、価値が1つ、うん、5が1つ、水が1つ、10が1つ。まあな、うん、後半は分かるわ。5が分かる。何っ子、飛びっ子の子ですね。なるほど、うん、10はそのまま10、うん、えピストル
怖い完全に薬剤イメージが怖い。なんで銃は隠語にしてるんだよ。一番しなきゃいけないな。そうだよ。てかカチッコがそれっぽいよな。カチッコのね。確かにね。数字の銃ね。そう、数字の銃。銃か、うん。なんで銃が並ぶんだろうな。もう気になりますね。うん。難しかったかな。ちょっともう一声ない。もう一声ない。これ言っちゃったらな、あれかな、水は、うん、6の意味です。 6、うん、水が6の意味、うん、これは考えても分かんない。くそ難しい。なんでこのチャンネルの毎度毎度インゴだからね。そうね、うん、難しいわ。何ですかこれ。これね、うん、360円です。これじゃあ3カチッコ水銃いただきますね。ですね。あ、そうなんだ、うん、そう、価値が3ってこと。そうで5が百うん百円のこと。こっていう1から10を、うん、やりふりかちためずがみずおきあずたがけ10っていうらしいです。マジで一個も聞いたことない。わかんないよね。そんな数々全然頭に入んないしね、うん、へえ。こういうわけでカチッコ水銃360円そうなんだっていうらしいですね。数字までやっぱ言い換える必要が。そう、まあ数字がもしかしたら一番秘匿しなきゃいけないのかもしれないね。あ、具体的なね、うん、金額的な意味。そうそう、数量とか。目の前のお客さんに500円ですって、うん、言って500円もらいながら隣の屋台から、うん、おい、まあ、それ原価いくらなんだよみたいなこと言われたら、もうカチッコ水銃だよみたいな。なるほど。ことができるわけじゃない。お客さんに対してね、うん、やっぱちょっと言えないこともある、うんうん、もあるとかってことなんじゃない。わかんないけどね。わかんないけど、そういう使い方もできる。そうか、なるほどな、うん、お金の数字だったか。、うん、まあ文脈判断できないから多分難しかったと思うんですけど。そうね、ここからは文章題2つ。あ、来た。よしよし。水位がバレないように早場に合意しようぜ。なんとなく、うん、お、怪しいことしてます。いや、してないです。してないです。水位がバレないように早場に合意します。これね、日常で使えます。へー、水位がバレないように、うん、でもさ、うん、水位だよね。お、いいねいいねいいね。出てきてるから、出てきてるから、いいじゃないですか。水鳥の水だったわけ。そう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 、水のニュアンスがあったわけですね。バレないように、なんだっけ、早場に合意しようぜ。早場に合意しよう。ルフ押しますのか。あ、でもね、そういう側面あるよね。うん、ちょっと雨が降ってこないうちに早く帰ろうぜ。大正解。さすが、その界隈の人ですね。違いますけど。でもなんかまあそれっぽいかったかな、うん、水が水、あの水がね、水っぽいってことが分かると。そう、大正解です、うん、僕もね、そこしかね、付け足せして説明できるところない。あ、本当。まあ他はね、うん、ちょっと分かんないけど、まあ、バレないが降ってくる、うんうん、降ってこないうちに、で、ね、早場にが早くで、うん、合意するが帰る。早場にもね、うん、まあなかなか、そうだよね、5位が何か5でしかないんだけど、分かんない、ね、正直、うん、英語でしかないけど、5位なんだろうね、なんだろう ね、 ね、もしかしたら有識者がコメント欄に書いてくれる、書いてくれるかもしれない。よろしくお願いします。帰る5位。5位、うん。で最後、はい、これもね、日常で使えますよ。お、品は槍もかまらん。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 日常で使えるの？うん、使える。使い方としては、うん、いや、さ、さ、ちょっと今回だけはさ、うん、品は槍もかまらんでさ、かな。ごめん、今日はさ金がなくてさ、怒ってくんね。正解。やっぱこっちの人じゃないですか。やだやだじゃないけど、別にやだ。てかこの例文は当てられたのがやだ。これは訳がある。ちょっと弁明するわ。訳があるんですよ。訳があるんです。やっぱり音楽が厳しいんですか。違う、そういうことじゃなくて、いや、音楽が厳しいってことなのかな。ブルージャイアントっていうね、はいはいはい、今映画もやってる、はいはい、ブルージャイアントの漫画を読んでて、はいはいはい、ちょっとお金がないかなって言ってるシーンがあったの。それを昨日読んでたの。
いいよ言い訳しなくて厳しいもんね。読んでたのそうあのねこれは銭は一銭もないの意味ですね。なんだっけ貧は貧はやりもかまらん、はあうん、貧って思う貧がね銭お金のことですね、うんうんうん、でやりはさっき言ったんですけど、うん、1から10のうちの最初1です。あ槍だったっけ、うん、槍だったんだよね。あそうか、うん、槍振り勝ちため図が水置きあずさいやもう覚えられる気はしないんだけどねなんで槍は1ですね、うんうんうん、1問もないの1です、まあ、これ誰かにご馳走になりたい時とか、うん、去り際にねこう伝えて煙に巻いて混乱に乗じながら逃げ出す、うん、そういうような使い方をねしていくといいと思います。とまあ これ以外にもね他にもいっぱいあるんですけど、はいまあ、大体こんな感じになってますと、うんうん、敵屋の隠語とか不調の特徴として、うん、実はね炭鉱とかで働いている工夫さんたち、うん、労働者とか不良とかに模倣されて使われている側面もあるらしいですよね。へそうなんだ。だ伝播してってるってことで、うんうんうんまあ、ここからねそのバレちゃってんじゃん。そうバレちゃってるバレちゃってる。ただ要は環境として近いってことなんだろう、ね、あのヤクザのを使ってる隠語とかって、うん、それに対して広まっていかないのは多分これを我々がヤクザが隠語を使ってるっていうのを認識できてるのは、うん、例えば映像作品とか小説とかで使われるようになってからだと思うんです、うん、そうね実際に聞いてるわけじゃなくてねそうで、うん、より秘匿性が高いと思うんだよ、うんうん、一方で敵屋さんって専業労働者だから、うん、言ったら露店で売ってる露店商の側面が強いからいろんな人と関わるんだと思うんだよね、うんうんうん、不良とかもそうだしそれこそ甲府さんとのつながりがあったしそう、ね、露店商は全国回ってったりもするからさ、うんうんうんでそういう側面でヤクザの隠語が排外性排外性か、うん、外部を排する性質を持っているのに対して敵屋さんの隠語とか不調っていうのはむしろその周りのものを巻き込んでいくような性質を持っていてその歴史的に見てそういう界隈、労働者の界隈とか不良とかに伝播していくような素質を持ち合わせてるっていう点でヤクザとは違う点でもなるほどなるほど確かにねそう、うんうん、違ったわそれあるっていう話なんですね。なんとなく地に足がついておらず移り気気ままなイメージとか、うん、瞬間的に生きて植物的で由緒とか歴史とは縁遠い人の流動が激しいイメージっていうのが僕がリサーチする前の敵屋のイメージだったんですよ。まあ確かに僕もその露天商って聞けば、うん、なんかそんなイメージはあった。そうあるよね、うんうん、で祭りというさ一時的な空間に現れて、うんまあ、祭りの終幕とともに去っていく彼らって、うんまあ、その面で確かに一過性の存在ではあるんですよね、うんうんうんある面ではそうなのかもしれないということなんだけども今まで話してきたみたいに敵屋さんって日本において行われている神農信仰の最も熱い信者の、ねそうだね、共同体だったわけじゃないですか、うん、自分たちに対して意識がやっぱ強かったもんそうあったよね、うん、であれだけの意識あってその信仰を自分たちのアイデンティティにして伝承していくっていうそういう興味深い主体だったわけなんだよね、うんうんうん、歴史性を有してるねでかつその高度な犠牲的親子関係を持っていた、うんうん、めんどくさかったよ、ね、めんどくさいでしょ名乗りえらいことになってるでしょ名乗り、うん、あれだとか、まあ、使用している隠語不調っていうのは隣接する別な社会に影響を与えて、うん、模倣されて用いられていってるっていう現実があった、うん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 、これって紛れもなく敵屋っていう職業が歴史を有しているそうねってことの証明になりますよね、うんうんうん、私は結構ねこの点で常識覆されまして同時になんか最初に言ったような偏見があったのを、うん、結構恥ずかしく思っちゃいました。なるほどなるほど。それを気づけたのが今回一番の学びだったかなっていう、ね。確かにね、うん。やっぱね、よくわかんないからさ、うん、俺たちはその業界のこと、うんうん、ただこう調べてみると、そこでのルール、うん、そして歴史があったと。あって、うん、横に結構な結びつきがあって、あったね、いろんなところからちりぢりに来てるんじゃなくて、ちゃんとお互い の文脈を踏んで。お互いを尊重してやっているっていう側面が強い、うんうんうん、むしろ我々の社会より結びつきが強いよねっていうところはあるう、うん、そうだね、うん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 、そこはねすごく面白かったし、うん、敵屋の見方が変わったなっていうところであるんだよね、うん、勉強になりましたそうでね今回種本にしたうち敵屋家業のフォークロは何度か言ってますけど、はい、このね本ねめちゃめちゃいい本だったんですよ、ね、途中押してたもんねそう、うん、大学院生の女性が敵屋の世界っていう荒っぽいイメージのあるフィールドに入って調査したあ、そうなんだ、うん、その記録になってるんですけどね片桐ではないんだけどヤクザでもない彼らの在り方っていうのを精緻に観察して、うん、大変読みやすくまとめられてて、うんうんうん、全然ね厚さもないんですよあ、そうなん B5 で160ページぐらいまあそんなに、うん、そう、そんなないでしょ、うん、で、なんだろうこう内容もね
やたら難しく書く傾向があるんですが、民族学って、うんうん、あんまり平易な文章で書いてくれないんだけど、うん、この文章すっごい読みやすい。あ、そうなん。めちゃめちゃ読みやすいし、うん、そのやっぱり身近にあったんだけど得体の知れなかった存在に対しての説明をがなされている本になるから、うんうん、あのね、センセーショナルさを煽っちゃう新書とか、うん、ヤクザものの新書とかっていうのよりもはるかに勉強になるし、はるかに面白い構造が見えてくるからすごく面白いので、うん、ぜひ皆さんね、読んでいただけると嬉しいっていうところがあります。おすすめです。まあね、今年あたりから夏祭りもね、うん、再開しそうですし、そうね、まあ、一読、これ一読してみれば、うん、まあ、何の気なしに露店で買ったリンゴ飴の味もちょっと変わるかなっていう、あ、素敵ですね、思ってるんですけど、まあ、なのでね、ちょっとお買い求めいただくには値段が張るんですが、あ、そうなんです。ご興味ある方はぜひ読んでみてください。はい、はい、ということで今回はここまでといたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。